大谷翔平選手応援するファンの皆様、しんすけハンディマンです。8月15日、対ホワイトソックス第1戦、大谷翔平選手は3番 DH で出場です。大谷翔平選手の活躍に期待したいと思います。それでは参りましょう。レッツプレイボール。
甲子園。翔平選手は5打数の2安打でした。これで大谷翔平選手は3日連続で複数安打となりました。エンゼルスの方も大谷翔平選手の活躍で2連勝としました。明日も勝って3連勝としたいところです。明日の大谷翔平選手の活躍に期待したいと思います。それではまた。